米大リーグダイヤモンドバックス、ドジャース、31日、米アリゾナ州フェニックスチェイスフィールド。動画、もう誰にも止められない、大谷翔平、44号は先頭打者ホームラン。ドジャース、大谷翔平投手、30、が31日、日本時間9月1日、敵地、D バックス戦に、1番、DH で先発出場。 初回の第一打席で今季5本目、通算11本目の先頭打者本塁打となる2試合連発の44号先制ソロを放った。00の初回先頭、大ブーイングで迎えられた大谷はフルカウントからの8球目、ケリーの847マイル、約136、3キロ、カーブを完璧に捉えた。打球速度108、マイル、約175、3キロ、 打球角度35度、飛距離420フィート、約128メートルでバックスクリーンに飛び込んだ。一塁側のドジャースファンからは地鳴りのような歓声と、MVP コールが巻き起こった。さらに、ドジャース打線は2番、ベッツが左翼席へ14号ソロ、3番、フリーマンが右翼席へ19号ソロ。MVP トリオ、 が三者連続アーチと豪快すぎるスタートを切った。大谷は前日30日、同31日、の同戦では史上初の43から43を達成した。2回、昨年9月に手術を受けた右肘に支給を受け、一瞬ヒヤリとしたが、その後2試合ぶりの2投となる43投類目を決め、42から43。 とすると、歴史的瞬間が訪れたのは8回西だった。シーオールドの93マイル、約149.7キロ、直球を捉えた。打球速度99マイル、約159.3キロ、打球角度32度、飛距離380フィート、約115.8メートル、で左翼席に着弾する2試合ぶりの43号ソロ。 43から43に到達した。これまでは42本塁打、46盗塁をマークした98年の A、ロドリゲス、マリナーズの42、42が最高記録だったが、投手としてはリハビリ中の大谷が上回った。チェースフィールドでは初アーチ、29球場、現在の各球団本拠地では27球場、目の本塁打となり、 日本人初の全球団制覇に続く同初の全球場制覇まで残り3球場としていたが、打席の内容が上がってきている、との言葉通り、この日も大谷の勢いは止まらなかった。打率が上がらず、不審と言われた8月も最終戦で6月に並ぶ今季月別最多の12発目とした。これで年間52発ペース。 30日終了時点での同51投類ペースと合わせて前人未到の5050 50も現実的な目標だ。ナリーグ西地区首位のドグンと2位のディーバックスの直接対決でも背番号17が主役の輝きを放っている。